せいぜい無駄にあがくがいい。監視とは元来囚人を守る職務、私たちもまた協力者です。ただしあなたが従順なら。この者らの役割についてはいずれの機会でいいだろう。さて、夜も更けてきたようだ。次期国元、ここのことは少しずつ理解してくれればいい。いずれまた会うことになるだろうからね。さあ時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。ちゃんと起きてるみたいだな。んじゃ、転校の挨拶しに行くか。お前の行く学校があるのは都内の青山ってとこだ。ここから電車で行くと結構かかるし、乗り換えもめんどくせえし、今日は特別に俺の車で連れてってやるよ。行くぞ。ったく、俺の車に男を乗せる座席はねえんだがな。おとなしくしとけよ。お前がどうなろうと知ったこっちゃねえけどよ、俺に迷惑だけはかけるな。改めて伝えておくが、問題を起こせば即退学処分だ。正直君のような人間を受け入れるか迷ったんだが、まあいろいろと都合があってな。地元じゃ隠れていろいろやれたのかもしれないが、ここではおとなしくしてもらう。うちを追い出されたら行く場所はないぞ。肝に銘じておけ。こちらが担任の川上先生だ。川上貞代です。これ学生証。校則よく読んでおきなさい。少しでも違反したら指導室よ。それから君が問題を起こしても私は一切構えません。そういう約束ですよね、校長先生。うん、全ては彼の責任だ。でも本当にどうして私が。他に適任がいたはずですけど。急な転校でね、空きがあったのが君のクラスしか。説明終わったならもういいですかね。店開けてきてるもんで。さくらさん、注意して見ていてくださいよ。外でトラブル起こさないように。ま、自分がどんな立場かはきつく言って聞かせますよ。明日登校したら職員室に来なさい。完全に厄介者だなお前。前があるってな、ああいうことだ。住む場所が変わったって。というか、今度退学になったらうちからも追い出すぞ。しかし学校ってな、今も昔も変わり映えしねえな。帰るぞ。
大変ですね。前歴者を押し付けられるなんて、男の先生の方が適任ですよ。なんであんなの編入させたんですかね。さあ、校長のご判断ですから。学園の実績のためって聞きましたけど。実績なら私のバレー部が十分貢献してると思いますがね。本当ですよ。気をつけてくださいね。もっともあんな生徒、何かあったら追い出しますがね。いっそ不登校で来ないでくれたらなんて考えちゃいますよ。まあ教師の言うべきことじゃないですが。では私は練習に戻らないと。大会近いですもんね。周りの期待が大きすぎるってのも考えものですよ。陸上部の分まで頑張らないと。まあそうですね。なんで私のクラスなの。全然すまねえ。明日から電車に乗って行けよ。どうだった学校。やつ状況分かってんのかね。しかし一度退学食らったのに他へ入り直すとはな。どうせ誰も親身に構っちゃくれないのに。学校であの調子じゃこの先俺もなんか言われちまうかもしれねえな。めんどくせえの預かっちまったぜ。頼まれてなんとなく承諾しちまったんだよな。金だってもらっちまってたし。繰り返しお伝えします。地下鉄ホームで起きた脱線事故の影響で周辺ダイヤに大幅な遅れが。また事故かよ。混んでんのそれのせいか。多いな最近。そういや先月に大きな交通事故があったな。お前がこっち来る前の話。亡くなった子15歳だったっけか。親御さんさぞかし。この事故に伴い渋谷駅周辺に交通規制が敷かれ、渋滞に拍車がかかることが予想されます。勘弁してくれよ。まもなく一番線に下り方面行き普通電車が参ります。黄色い線車両異常を確認中です。入構確認まだです。これは事故直後の映像です。警察によると運転士は負傷したものの命に別状はなく、調べに対しなぜ過剰にスピードを出したのか自分でもわからないなどと答えており、詳しい動機の解明が急がれます。運転事故というより会社と国の罪だな。現場係は線路と ATC の劣化を半年も前に報告していたそうだ。それを会社が隠蔽、国交省も故意に見逃した節がある。隠し通せんよ。大臣の進退まで行くだろう。そこで今日の特集です。今回の脱線事故も含め最近動機不明の不自然な事件が相次ぎ、各地で市民に不安が広がっています。
一体何が彼らを駆り立て豹変させるのでしょうか。つながりがあるとでも言いたそうだな。まあいい。どうだ、久しぶりに一杯付き合わんか。すみません、仕事で先約が。失礼します。呼びました？事件ですか？まだよ、意見も聞きたいだけ。まあ、あなたの見立ては大抵当たりですよね。話、寿司屋にしましょうよ。遅くに子供こき使ってるわけだし。回るやつね。やれやれ、あんなに渋滞するとはな。ひどい目にあったぜ。今日は店どうするかな。まあいい、とりあえず上がれ。私特務がある。ひでえ事故だな。80人も巻き込んだのかよ。日記帳だ、つけとけ。保護観察中だって。別に行動に特別な制限はない。法律守れってこと以外はな。ただし俺には報告の義務がある。よう、どうした？今から出るよ。大丈夫だって、すぐ行くからさ。じゃあ、後でな。じゃあ帰るわ。閉めとくから後は好きにしろ。ああ、店の中荒らすなよ。何かなくなったら突き出すからな。明日から学校だ。さっさと寝ろよ。やるか。
が、まあ、飯くらいくれてやる。客が来る前に済ませろよ。つべこべ言わずに食え。そろそろ行った方がいいだろ。意外と礼儀はなってるな。さっさと行け。迷うと遅刻するぞ。忘れんなよ。とっとと行け。迷うと遅刻するぞ、田舎者。勘弁してよ。